なるほど、桜らしいというか。でも得意なのがあります。へえ、もしかして高飛び込みとか水球のキーパーとか。潜水です。ですね、秘密だったんですけど、水の中で息止めてるのはちょっと自信があります。あ、そうなんだ。じゃあ競争するか、素潜りで。え、競争って先輩とですか？そう、一斉のせって潜って先に上がった方が負け。負けたら昼飯おごるってことで。はい、カウント、5、4。はい、ならば先輩お願いします。いい気迫だ、麻藤首相。それでは3、2、1、5。私の負けですね、先輩。いや、負けたのは俺だよ。でも、先に上がった方が負けってルールですから。俺が長持ちしたのはズルだ。桜が息継ぎしてくれたんだし、
というか、なんでだ。先輩、怒ってますか？怒ってない。正直、本当に助かったし、嬉しかった。けど、だからこそ気になる。どうして、あんなことしたんだ、桜。その、先輩、すごく苦しそうだったから。え？ごめんなさい。本当に思いつきだったんです。先輩が我慢してるのを見て、私が先輩を助けなくちゃって、つい、その、ごめんなさい。でも、やっぱり私が負けましたから、お昼買ってきます。あ、いや、俺が反則負けなんだし、俺がおごる。でも、ズルされたって誰も見てないから、抗議しません。そうです。先に上がってきた桜のま。ああ、目を離した隙に、失礼しました。桜、今の、もしかして。え、他人の空似じゃないですかね。じゃあ先輩、お昼はこうしましょう。先輩は飲み物を買ってきてください。私はお昼ご飯買ってきますから。ノーカウントというか、痛み分けだな。了解。